マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは、はい、皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。今日もねチャーミングな声ですよね、ひとみちゃんね。あ、素敵な声ですね、長沼社長。まあ、声はね、マヌカハニーとかね、たまに舐めたりしますけど、最近ね、長沼社長はね、うん、挑発になっております。挑発、あ、髪の毛ね、ね、長いですよね。でね、いいくらいにくるんとこう、あの髪の毛が立っています。寝癖ってやつですよね。もうなんか朝バタバタしてますからね。もう日々眠いですから、もうなんか髪の毛を整えてる暇もないので、帽子をかぶってると大体30分もかぶってれば治りますよね、寝癖ね、はい、皆さんもどうぞ寝癖になっちゃったら帽子をかぶること、これ一番手っ取り早いんですけどね。そうですね、まあ、寝癖は帽子で治るんですけども、最近あの怠惰な生活をしておりましてね、はい、いろいろと困っております。ひとみちゃんの英会話の先生でセレーナ先生、セレーナ先生いらっしゃるんですけど、はい、この間こう写真を撮るときに、あなたもうちょっとお腹引っ込めてとかって言われて、まあだいぶ体がブヨブヨになってきて、これはまずいなと思っておりますけど、受けた、ね、セレーナ先生がポンとお腹引っ込めろと。でもね、あの時お腹が出てたんじゃなくて、あのちょっとこうふんわりしたお洋服を着てたから出てるように見えたみたいですね。まあでもね、それにしてもなんかこうなんかやんなきゃなと日々思ってるんですけど、まあ、そんなようなメールもね届いておりますので、そうですね、ご紹介しましょう。はい、ラジオネームバレンティンさん、バレンティンさんありがとうございます。はい、はい、ひとみちゃん、スタイルを保っているためにどんなトレーニングをしていますかっていうことです。はい、僕もそれはとても気になりますね。ひとみちゃんは美脚だし、ゆウエストがギュッとくびれてますよね。とてもないでしょう。これは何か特別なトレーニングされてるんですね、きっと、ね、いろんなね番組で話してるんですけれども、はいはい、ラジオ体操第2、これが一番いいです。第1に比べて第2の方がウエストがくびれるわけですか。そこ結構こう1よりもハードですよ、はいはい、なのでね、ぜひ皆さん朝起きたらラジオ体操第2行ってみてください。これ何分ぐらいのあれなんですか、体操なんですか。3分ぐらい、3分くらいですかね。うん、あとはあの腹筋をしたりとか、うん、あとは足を上げたりとかで、信号待ってある時にただ待ってるんじゃなくってかかとを上げて待つとか、そうするとヒップアップするそうです。ヒップアップね、そうですね、結構心がけてるんですけどね、うん、自分もなんかちょっとやりましょう、腹筋とかね。なんかまっすぐこうなんていうの、うん、頭を下げて上げるだけじゃダメだって言いますよね。そうだね、こう斜めにひねる、斜めにひねる腹斜筋っていうんですかね、こう体をこう蓮にこうなんていうの、お腹を、斜めによぎってる筋肉も、まあ、トレーニングして刺激を与えると、まあ、くびれた理想的な、ボディが、形成されると言われておりますが、なんかあの、はい、ひとみちゃんはこのゴールデンウィークに、うん、ちょっと前ですけどね、うん、なんと栃木県のサーキットで、うん、あ、そうなんでしょ、レースクイーンということでお腹を出してレオタードで
すごいね、セクシーなコスチュームでされてましたけど、やっぱあれは日々のラジオ体操第二がないとできない仕事ですよね。たまたまお仕事をいただいたんですけれども、はい、まあ第二をやるって多分ちょっとはね、こう保ってるのかなと、うーん、よくわからないのですが、やっぱりこうウエストをこう何ですかね、ひねる、ひねるね、やっぱりひねるのはいいんでしょうね。いいんですね、きっとね。あと腹筋、どうでした？でもあのレースクイーンやって気分いいですか、やっぱり。あ、暑かったんですが。暑い。でも頑張りました。あ、まあ、天気あったかかったっ、ね。そう、ナサさんと一緒だったので。はい、あと千葉八さん。はい。ね、相川優香さん。はい。一緒だったんで楽しかったです。ね、ひとみちゃんもなんかあれですよ、いろいろ先週は政治家になりたいとかっていう発言がありましたけども、本当にそのうちレーサーになりたいとかね、言い出すかもしれないですよね。でも左折がねできないからね。なんかあのサーキットに行くとこうレーサーね、あの車の運転の専門の人がいっぱいいるじゃないですか、うんうん、ひとみちゃんはまあ断るごとに左折の仕方っていうのを聞いてましたけど。聞いてました、はい、そしたらハンドルをね早く切りすぎるんじゃないんですかって言われました。あ、左に曲がるのに早く左に切りすぎちゃう。そうだから、こう後輪が縁石に乗り上げるんですよって。うん、でもあんまりゆっくり切ってもね、今度曲がるとこを通り過ぎちゃいますもんね、うん、今度壁にぶつかっちゃったりしますからね。そのね、タイミングでしょうね。タイミングが ね、 なんでもタイミングなんですね。車両感覚ですかね。うん、ちょっと勉強してね、左折が上手になるように頑張ります。右折はもう自慢じゃないけどかなりうまいわけですもんね。右折がうまいんですね。右折がうまい。うまい。これ右折と左折はやっぱ違うもんですか。あの右折ってこう対向車が来たりするでしょ、うんうん、私それがうまいんですね。ずっとこう直進車を待ってるんです、うん、そうすると消し信号が赤になっちゃうんです。信号が赤になりますよね。そうすると、ひとみちゃんが一番前で待ってると、後ろの車なんかイライラしますよね。ブブブブ、早く曲がれよみたいな。信号のために1台しか曲がれないじゃないか。という怒りを買いそうですけども、もうひたすら待ってるわけですね。そうなんです。あ、はい。清く正しく美しく。信号が青になったら、ね。そしてまた、直進車が来るわけです。また曲がれない。まあそうですよね。無理に、でなんていうの、相手が急ブレーキを踏むのも危ないですからね。そうですね。でちょっとこう感覚が、あ、これは曲がれそうだなって時に曲がりますけどね。うん、まあそれが自分で言うのもなんのです、なんですが、うまいんですね。うまいんですね。右折はうまい、左折はしんどい。右回りで行けないですね。どこまでも日本列島右折で。でもなんかあのサーキットってあれですよね、一つのコーナーしかないですよ ね、 そうですよね。右も左とか曲がらないですもん ね、 だからカーブとか右折しかないサーキット行ったら結構強いですね。ひとみちゃん強いですね。強い。逆走しないようにね、気をつけてほしいですけど。普段でも結構日常生活でひとみちゃんコインランドリーとか車に乗って行くんですよね。あの、ちょっと今ですね、恥ずかしい話なんですけども、うん、全自動洗濯機、乾燥までついてる洗濯機がちょっと故障しちゃってましてですね、はい、あの今ちょっと日立さんを呼ぶ過程になっていまして、その間ね、もう家の洗濯機は壊れてるからコインランドリーまで洗濯物を持っていくわけですね。そうなんですよね。ちょっともうちょっとあの日立さん来ると思うんですけど、日立さんよろしくお願いいたします。日立のじゃあ洗濯機なんですね。そうですね。それどこが壊れちゃったんですか、日立。なんかね、あのコンピューターが狂っちゃって、はい、あの脱水までいかなくてプー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 いっちゃうんですね。うーん、まあ困りますよね。困りますね。これから暑い季節になると洗濯は必需品ですから、ね、日立さんを呼ぶまでちょっと頑張ります。はい、で車に乗ってコインランドリー行って、はい、で車の中で何してるんですか。いや、お笑いとかやってるの。あ、その間にちょっと買い物を済ませますね。ドラッグストアとかあースーパー行って買い出しして、待ってる間にね。そう、運転中にはなんかやってることってないんですか。なんかこう歌を歌ったりとかモノマネしたりとか。自分の歌を聞きますね。あ、車のね、オーディオからね、 CD 入れてね、うん、はい、あ、いい歌だなとか思っちゃったりするんですね。自分でまた歌ってました。はい、じゃあここでひとみちゃんのじゃあ歌をね、1曲ご紹介したいと思いますけれども、はい、
これは朗読劇 CD クラーク博士とスープカレーのボリューム2、はい、これのエンディングテーマになっております。ロマン桜、ロマン桜、はい、じゃあ聞く前に、うん、謎々でしたね。謎々いきましょう、はい、行きましょう。今週の謎々です。はい、行きますよ。はい、腹を空かせたパンダの手にできてしまうものは何でしょう。お腹を空かせたパンダの手にできてしまうものは何でしょうか。これは割と簡単かもしれないですね。簡単かもしれないですね。はい、じゃあロマン桜を聞きながら考えてください。はい、どうぞ。花になるわ春行くたび、志はロマン桜。春の足音聞こえます、あなたの声もよみがえる午後。この道歩く桜を見上げて、大人になれるセレモニー。青春とは桜だわ、儚い光憂いに満ちて、美しく咲いて潔く散るのを、終わりじゃなく始まりよ。風になる去りゆくあなた、二度と会えない。予感胸に秘め白い花びらは、ロマンの海を越えてゆく。幾千の時夢遥か、歩き続ければ何かが見える。そこが道になるあなたに続く。涙乾けば花が咲く。咲いて心がざわつく。新世界の価値観は家しさ捨てて自分捨てて、真理の果てたどり着くわ。昨日の夢震えない、明日の愛を探したい志。
しょう。そうそう、分かったでしょうか皆さんね。じゃあ問題、じゃあもう一度お願いします、はい、腹を空かせたパンダの手にできてしまうのは何でしょうか、うん、はい、パンダが普段何を食べてるかを考えると分かりやすいかと思います。ディレクター分かりましたか。わすごい、おお、大きくうなずきました。うなずきました。ではお答えを。ささくれ。当たり、ささくれでございます。正解で、正解です。おめでとうございます。おめでとうございます。今週はね、ディレクターに返り討ちになってしまいました。はい、来週はじゃあハードルを上げて難しい問題出しましょう。はい、はい、ではここでリスナーの皆様へ本のプレゼント。今週の本は卵の中の刺殺隊、はい、これも本格ミステリーですね。ですよ、はい、門前範之先生が書きました、本格ミステリーの本を今日は5名の方に、はい、そして番組からはですね、可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。では、応募の宛先をお願いします。はい、 mail@775fm.com、 mail@775fm.com までメールをくださいね。お待ちしております。では、はい、では人気コーナー、えなかひとみとかたろう。もうね、5月の5日って子供の日とっくに過ぎちゃったんですけど、ちょっと過ぎちゃいましたね。過ぎちゃいましたね、はい、5月の子供の日、はい、これはどういう意味でできたと思います。あ、子供の日の由来ですか。由来なんですけどね、5月5日55だから子供がなんかイケイケになるように55ですか。ゴーゴー、かわいい、はい、色味ゴーみたいなジャパンみたいな。それにジャパンみたいな感じですか。はいはい、ですね、そんな感じなんですけども、子供の日はやはりですね、男の子がですね、健やかで幸せに過ごしてもらいたいっていうことで、うん、子供の日というものができたそうなんです。じゃあもともとは何、男の子だけのイベントなんですね。そうなんですね、もともとそうですね。そうか、女の子はあれですもんね、ひな祭りがあるから。そう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 、あ、3月3日は女の子が健やかに育つ日で、そうです、5月5日はじゃあ男の子。そうです。で、なぜ5月というと金太郎だと思います。5月って金太郎でしたっけ。金太郎です。5月金太郎でしたっけ。いや、わかんないな、5月金太郎ってこともあんまり知らなかったんだけど、あの金の腹掛けをしますよね、金太郎さんって。ああ、なんかかけてますね、はい、そうです。これはですね、健康のシンボルなんだそうです。あ、丸金っていうやつ、あれ健康のシンボルなんですか。健康シンボルです。知らなかった。なぜなぜなんでしょうね。なんかあの、うん、昔から金っていうものをお腹にかけると、まあ、オリンピックとかでもね、まあ、銀メダルより金メダルの方がいいですもんね、うん、なんか健康なね、子供になるそうなんですね、はいはいはい、なんかあの弟が小さい頃、はい、おばあちゃんに金の腹巻きをゆちゆち歩き始まった頃に、ひとみちゃんの弟さんは金の腹巻きを子供の時していた。なくしてはならずに、その写真があります。ウケる。これ今度 SNS かなんか載せてほしいですよね。 あるかも、実家にあるかもしれない。実家にある。でも弟に怒られちゃう、これもね。いや、あの顔のとこだけちょっとモザイクかけてね。あ、そうですね、はい、そうします、うん、で、ね、5月のその5日に食べられるもの、はい、ね、いろいろありますけれども、よくあのちまきとかありますよね。あ、ちまき食べたべ兄さんがという歌にもありますよね。ね、測ってくれた生の竹ですね。はい、はい、このちまきというのはですね、かしわ餅で有名なんですけれども、関西では、はい、かしわ餅を食べることが多いと言われていまして、うん、ちまきはですね、もち米を使って作った食べ物なんだそうです。お米なんですね。お米なんですね。かしわ餅はなんかあれですね、大福、大福っていうかお餅ですね。そうそうそう、お餅、はい、ね、あれもなんかあの、あれいろいろありますよね。草餅とか、あと黄色いやつがありますよ。そうそうそう、黄色ありますだからね、はい、黄色いのがね、パパイヤ、味噌あんかな、中身が。あ、で白いやつはあれですよ、こしあんですよね。そうですね、で草餅が粒あんだったりするんですけど、まあ、元来白いんでしょうけど、僕は粒あん派なんで草餅が好きですけど。草餅が好きです、はい、ね、やっぱりこう男の子が健康でいられますようにっていう願いを込めてちまきが作られたそうです。そうなんですね、うん、
そうこうしてる間にこう BGM が流れてるんでしょうね、おそらくね、 HBD、 HBD、はい、ね、お誕生日おめでとうございます。そうですね、はい、あ、どうぞどうぞ、あの子供の日を続けてください。あとですね、はい、ラクモさんは小さい頃は鯉のぼりって立てられましたか？鯉のぼり、あの立てました。あ、優しいお母さんですね。そうなんですか？あのお庭にですか？あの屋根、かわいい屋根かわいいですか？そうですか。あ、屋根より高い鯉のぼりですもんね。あ、そうなんですね、はい、鯉のぼりもね、いいものですよね。いいですね、うん、最近トントン見かけなかったですね。今年もう何年も前からあんまりないですけどね。そうですよね。で、あの自分のうちは仙台の泉区っていうところなんですけれども、はい、そこには結構ですね、やっぱり鯉のぼり立ててるお家が多かったですよ。あの東京だとこう上上こうなんていうの、目指しみたいにこう言いますけど、なんか栃木県とか行った時にやっぱ真横に、あ、ありますね、ありますね、鯉のぼりがね、そうですね、上下じゃなくて左右にね泳いでたりしましたね。地域によってちょっと違うんですね。地域によって違いますね。泉区は縦でしたね。縦にね、縦にね、何匹いるんですか？5匹。5匹もいるんだ何匹いました？3匹じゃないのかな。どうして多かったんだかなあ、でも子供の数がね、うん、お父さん鯉とお母さん鯉と、あの子供の鯉でしょ、うんうん、だからそれがたくさんいてもいいんじゃないですか、うん、多分兄弟3人、兄弟3人だからだったのかな。あ、ひとみちゃんとか3人だからね。3人です、弟というのとかね。あ、じゃあもう3人が喧嘩しないように、じゃあお父さんお母さんが子供3匹してくれる。そう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 、いいお父さんお母さんじゃないですかねえ、本当に、はい、もう終わりなんですか？もう終わりです。あ、今日は5月5日について話をしたんですね。あの、そうです、子供の日も特に過ぎてますけれども、はい、そうですね、ちょっとお話しようかなと思って。なんか泣けるテーマでしたね、今日もね。泣けますね、号泣してましたね、はい、なんかこう子供の頃皆さん思い出したんじゃないかなと思います、ね、そうですね、子供の頃はね、皆さん鯉のぼりをあげたりね、うん、したんでしょうね、うん、あとね、お菓子もありましたよね。あの鯉のぼり、子供の日のお菓子の、あのこう取っ手のところに、うん、ガムが入ってたちっちゃい頃ありませんか？ディレクターありました、そんな。僕らはこれは宮城だけなんでしょうか？わからないですけどね。まあ鯉の滝のぼりとかこう縁起がいいですよね。出世するようなイメージがありますから、す、ね、将来こう立派になってほしいって願いを込めて、そうなんです、鯉のぼりなのかもしれないですけどね。そうですね、あの鯉のぼりの一番上にこうついてるのがあるじゃないですか、こう、あ、回る風向きを表すみたいな、ね、吹き流しっていうんですかね、うんうんうん、まあ、あれがまたいいもんですよね。いいですね。あ、今日は風があるのかな、ないのかなみたいなね。そうですね、あれもこう人生がね、これからも長く美しく咲き誇りますようにっていう願いなんでしょうね。もう勝手にひとみちゃんがそう決めました昔からもうね、江戸っ子はさつきの声の吹き流し、口先ばかりで腹綿はなしとかいう感じで、こう真ん中ね、内臓がないですからもう東京の人はもう口ばっかりなんです、中身がない。そんなこと言ったらね、怒られますからね、リスナーの方に、ね、まあ、いろんな方がいると思いますけどね、きっと八王子の方はみんなちゃんと心があるんだと思いますけど、はい、ということでひとみちゃん情報でございます、はい、はい、5月の22日12時30分から、中野ブロードウェイ2階名曲堂でひとみちゃんのレコ発キャンペーンが行われます、はい、ぜひ皆さん番所を繰り合わせていらしてください。はい、24日には北千住シュエーブ放送局で七色スマイルブック午後3時半から公開生放送、はい、はい、観覧できますのでお待ちしております、うん、ぜひぜひ来てくださいね、はい、はい、では取り急ぎ、取り急ぎ、はい、明日になりますね、5月19日の花と宝石をお願いします、はい、お花はサツキ、お石はサンストーン、この日にお生まれになった方の性格です、はい、大変なロマンチスト、ロマンチスト、相手の気持ちを汲み取れる優しい方が多いそうです、うん、して人の気持ちを大事にしたいと願う方が多くそうなんですね。で、なんとこの日にお生まれになった方、職業、はい、画家、画家、イラストレーターが多いそうです、うん、絵描くのがいいのかもしれないですね。そうですね、はい、じゃあ、はい、ね、今日もね、聞いていただきましてありがとうございます。ありがとうございました。では次回まで See you!